にちは、京子です。今日は視聴者の方からこんなグッズを使ったことはありませんかとリクエストをいただいたので、そちらのグッズを早速取り寄せてみました。今回取り寄せたのはこちらのインクになります。どんな色があるのか、どんなアートができるのか、早速使ってみたいと思います。ではご覧ください。まずは白を二度塗りしていきます。白いチップを2本作りました。1本は未硬化ジェルを拭いて180グリットのバッファーをかけておきます。1本はそのままアートに入ります。こちらは未硬化ジェルを拭き取ってない方です。こっちには明るい色を乗せてみたいと思います。これでしばらく乾かします。今インクをぼかすのに使ったのは12番の透明のリキッドです。他のものでできるかはちょっとやったことないんですけど、リキッドを売ってるところであまり透明って見ないので、多分エタノールとかで代用できるんじゃないかと思うけど、今日はこれでいきます。今度はバッファーで艶を消した上にインクをのせていきます。艶を消した方がインクは乾くのが早いというか、乾いてるように見えます。ちょっとこれで乾燥させます。インクを塗ってしばらく乾燥させたところなんですが、インクのせて時間が経ってきたらなぜか下のカラージェルにものすごいシワが入ってきちゃって、
こっちもかなりここがボコボコになっちゃったんですね。でこのカラージェルちょっと初めて使ってみたのでこんなになるとは思わなかったんですけど、なのでいつも使っている白でもう一回やり直します。それでさっきはほんのちょっとのせたかったんですけど、ちょっとつけただけでもすごい広がってっちゃうので、一回筆を紙にちょっとつけてインクの量を少なくしてからのせていきます。これで少し乾燥させます。今度は艶消しの方を塗っていきます。さっき180グリッドでやったら結構傷も目立つようになっちゃったので、今回は240で艶消しをしました。これで乾燥させます。乾くまでの間ちょっとおやつタイムと思って初めてコアラのマーチを買ってみました。背中に穴開いてるんだ。これここにここからチョコ入れるのかな。いきなりなんか焦ってるコアラが出てきちゃいました。いただきます。なんだろうこれ、 T シャツって書いてあるけど、なんか頑張って着ようとしてる、なんか面白いのが出てきました、ね、他何があるんだろう。これってひだのお猿さんのモチーフ、こんなのも入ってるみたいです。結構面白いのいっぱい入ってるのかな。あ、なんかさっきから焦ってるのとか泣いてるのとかこんなのばっかり入ってるかも。初めて買ってみたけど結構面白いおやつですね。うち
ちわ持ってる夏っぽい子も出てきました。そろそろネイルに戻ります。両方ともだいぶインクは乾いてきたみたいです。240でバッファーかけてもところどころ線は出ちゃうので、180でもどっちでもいいかもしれないです。で、あとは普通にこのままトップコート塗ってもいいし、今日はラメのラインで周りを囲ってみようかなと思うので、明るいこちらの方は明るいゴールド、こちらのちょっと暗めの色はこちらの濃いめのゴールドで周りを囲っていきます。あとはそれぞれトップジェルを塗って仕上げていきます。トップジェルを塗り終わって出来上がったところです。この絵の具は全部で11色あって、これで全部ではなかったのでもう1個使って、これで全部使い切りました。それぞれ使ったのは今からお見せします。いかがでしたか？たくさんカラーもあるので、いろんなアートが楽しめると思います。皆さんもお好きなカラーを揃えていろんなアートを楽しんでくださいね。この動画が役に立ったと思ったらいいねボタンを押していってください。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。